やばい、今日レッスンした曲めっちゃ歌いそうになるめっちゃ歌いそうになっちゃう。昨日舞台見に行きました。ななし、今日はね、今日もね、今日本当にね、家出る30分前ぐらいに起きちゃって、もうボソボソの状態で行ったの、レッスンしてきて。今ね、年末公演、30日の公演でやる曲、初めてやる曲が何個かあって、その曲やのレッスンして、その前になんかドラゴンエッグの説明会みたいなの説明聞いて、その後レッスンして、衣装合わせして帰ってきました。寝てた寝てた、眠かった。さすがにもう全然頭に入んないの、振りが。そんな難しくない曲なんだけど、もう本当に振りが入んなくて。でも明日の公演も覚える曲があって、それを覚えないといけないんですよ、まず全然落ち着いてない、まだ。30日が終わるまでは落ち着かないかも。ドライブの話聞いてたよ途中意識飛びそうだったけど、はぁみたいな今は乗り越えたと思うけど、まだね、下山中って感じドライブね、ちょっと難しいよね。パズドラに似てる。めっちゃ昨日、そう、アットジャム、あ、昨日だっけ、昨日だ。怖い、もっとなんか日数経ってる感じしてる。そう、トゥーローゼズやったんですよ。あれ、トゥーローゼズって言うんだってトゥーローゼズ、もしも君がバラならってめっちゃニヤニヤしてた。ここトゥーローズやってからもうめっちゃ間違えるのよ。片は一丁間違えた。記憶の中の誰より私と強く惹かれたのとこめっちゃ間違えた。もうあーわわわって感じ大変でした。もうびっくりびっくり間違えすぎてびっくり。直前まで練習したんだけどな。詩人も間違えまくった詩人の感想初めて踊ったんですよそう、お、間違えた。詩人苦手なんですよ苦手なんだけど詩人でセンターでした。
自信満々に間違えるからさ。詩人と片ファイはね苦手です。詩人めっちゃやるんですよ本当に。詩人超やるの。詩人私苦手なんだけどな。片ファイが今一番苦手かもしれない。見てる側は湧く。カホはまたってなってる。またって そう、飛んだりね蹴ったりするの苦手。飛びながら蹴るじゃないですか詩人も片輩も。告白しようかで蹴るし、詩人はここで蹴るの。チャ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 ラチャ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 ラチャラララのチャラチャラララで理解できない。飛びながら蹴るの理解できない。アミライトはもうね苦手。徘徊はメンバーがよく使うんですけど、徘徊はポジションを忘れて自分のポジションにたどり着けなくてうろちょろすること。ステージ上でうろちょろしちゃうこと。得意なのはなんだろう、未来が目にしみるとか。明日は、明日はそうだ、明日は公演だから覚えなきゃいけない。うん、ダンスナンバーで得意な曲、なんだろう、世界が泣いているならとかは好き。得意かって言われたらそんなだけど、もしも世界が泣いてるなら、あれ、ディーダーディーディーダー泣いてるなら僕も呼吸しよう、何事もなかった、そんなふりなんてできない、誰かが泣いてるならそばに立ち止まろう、昔のままじゃ僕は生きている価値がないよ。でも初め
さあこの手をさこういろいろ動かすからさよくわからんかった。年明けすぐですね、舞台のレッスン。今年はもうなくて、あ、強がり時計も好き。あとは何だろう、エスケープ苦手。そう、稽古中は公演がどうなるかわからないんですよ。公演は出たいんだけどね、カホが公演いない間にみんなが他の公演入ってるの嫌だから声も出たいんですけど、でもまあ久しぶりの稽古舞台なので本当にねまだ難しいなって感じです。ハムレットとまた違うじゃないですか、だからね、なるべく稽古に参加したい。わあお腹が消化してる。今年ね公演めっちゃ、今年っていうか今月すごい出たかも。セリフはそうね、ハムレットよりは多いのかな。ハムレットがね全然記憶ないんだけど、ハムレット長くても3行とかだった気がするんですけど、なんだっけ一番最初のあたりとか。予習してなかなくても楽しいかも、わかんないけど。あ、大感謝祭の時めっちゃね声枯れてたっていうか、稽古の次の日だったの。初稽古が24日で、でも2時間ぐらいだったんだけど、その時結構喋ったのね。で名古屋大感謝祭だったから、そうステージ上が乾燥してたっていうのもあるんだけど、喉がねすごく渇いてた。めっちゃもう何も気にせず水めっちゃ飲んでためっちゃ飲むやんって言われてたかもしれない。アイドルのラジオパーソナリティの役やりやすいのかな。まあでもラジオの雰囲気とかが分かるから、それはすごくいいですよね。そう、泣いちゃいそうになっちゃう。お腹が鳴ってる。本当にでも衣装もね可愛くてね、うん、
おお、花火だ。なんでこんな花火してるの？舞台ね、カホもね、ちょっとだいぶ不安だけど楽しみ。だいぶ不安だよ。でもめっちゃね、優しいんですよ、演出家さんが。まだまだだけど本当にね、すごいできてないなって思うんだけど、自分が。だけどすごいね、分かりやすくね伝えてくれるんですよ、優しいし。頑張ろうって思う。でもやっぱ周りの方が演技を結構主にやってきてる方だから大丈夫かなって思う。いや、下手くそだなって思われてないかなってめっちゃ思う。でも舞台よりね、よいしょ、片割れの方が苦手かも。本業なのに、本業なのに。片割れの方が苦手。あ、そう、あのね、そう、トヨタ出身の方がいて、どこ出身ですかみたいな、トヨタですって言ってて、あ、豊橋ですみたいになって、惜しいですね、惜しかったんですねってお話しした。詩人はもうやりすぎて慣れたんだけど、間違えるけど、片映えは本当に苦手。片映えがね、まあ、3、4ポジ目とかぐらいなんだけど苦手です。惜しくない？豊違い。あの辺豊多いですもんねって言ってた。そう、豊川もあるしね。豊岡とかもない？市ではないか。でも豊岡、豊明あるね。豊岡、じゃあ富岡か。うん、豊岡ってないっけ。いや、って言わないでやってほしい。片ファイがね、セットリストにあるとってなる。やるんだけど、頑張って練習するんだけど、はぁってなる。片ファイとエスケープ入ってるとはぁって。詩人はね、昔はなったんだけど、1、2年前はすごくなった。2018年のA ネーションで初めてかな、やるってなった時にすごい練習して、台風の影響でなんかなしになっちゃったんだけど、その時にはこの曲無理だって思った。詩人ちゃ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 んちゃんちゃんがもうだって最初理解できなくて、なんでターンから始まるのって思って。チャンチャンチャン、チルルルルって移動するじゃないですか。なんで最初ターンするのって思って、飛ぶしすぐ
列で振り違うしでさ、これで広がったのにさ、イントロ踊ったらさ、チャラチャラララチャラララララララ、でもまたさ集まるのよ、うちになんで広がるのって最初ね、ほんと2018年の顔はずっと思ってた、何ってそう、振り列で振り替えないでって思って踊ってた、もう分かんないってもう慣れたけどだいぶもう1列目がこっちでこっちでみたいなのはもう覚えたから、135列目がこっちみたいな、2列目はこっちのこっちみたいな覚えたんだけど、すごい詩人に対して思ってました。だからね、12周年の時に12公演やりますってなったじゃないですかずっと制服の目くるな制服の目くるなって言ってたら制服の目にいた制服の目も苦手なのよ、制服が妙ですよ、チチ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 チみたいな。いやもう本当にね、あの時はマジかって思った。ジェラシーのリベとか好きなんだけど、マジかよってだってチャ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 ンチャンチャンじゃないですか始まるなんでなんでターンから始まるのってうん、苦手でした。あ、ダウト、ダウトもね苦手だった。チッチッチッタッタッタタンタンタンじゃないですか、チッチッチッで立つんですよ、ターンするためにまあと思って苦手だったな。制服の目のアンダーは出てないから、制服の目公演に初めて出たのはその12周年が初、リバイバルも出てないの。楽園の階段もよくわからない、チャチャチャだからあのね、イオンカード公演で初めて楽園の階段やった時に理解せずにね、そうやってたから、制服の目公園で楽園の階段を踊るときに、なんかすごい聞いたことある曲だなって思ってたらやってたのあのイオンカード2018年かの時はすごい必死に生きてたから、記憶がなかった楽園の階段の。そうですね、公園ね、どうなるんだろう。
あ、ロープの友情もダメロープの友情って手つなだよね。それがあるから鉄の出れないんです鉄のも苦手。鉄のはね、出たことがないんですよ。ダンス苦手なの本当によく踊ってると思う。ダメな曲多い。そう、本当に苦手なんです。毎回ね怒ってるなんでこの曲なのって家で一人で怒ってる、もうって。するない、新世代公演のするない、もうなんでするないなのって怒ってた家でもうって手綱はねできないですね。手綱公演はね、セリが上がるじゃないですか、ロマンスロケットみたいな曲で。初めて見た時びっくりしたもん。え、全部セリ上がってるみたいな。次は何公演したい？僕の太陽公演。が好き、曲が。アビブハリケーンよね、レイダウン好き。テレ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 ね。あ、ランランランもいいね。ランランランも入ってんだ。走れ私愛のため、トゥ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 。そう、の割にそう、怪我をねあんまりしないですよね私今言えないんだけど今あれなんだけど、そう、今ね筋がね痛いんですよ、足の筋が。そうだけどあんまり怪我しない方だと思う。胃腸が痛い。
ね、テーピングしたのね、左のふくらはぎ整骨院ってさ痛めてたから、そしたらそこかぶれちゃったの全部。今めっちゃかぶれてる。プツプツ。そう、あと太ももの内側がね痛くて、今も痛い。ストレッチしてるんだけど、ずっと。大岡さんと同じタイミングで痛めてる。うん、筋肉痛じゃない。もう新世代でもないし、大感謝祭とか公演とかでもない場所で。だからね、ストレッチをねしたらいいんだけど、公演前とかめっちゃストレッチするからさ、なんとかなるんだけど。そう、まだ痛いの。まあ少しずつね弱まってはいるんだけど、弱まってっていうか痛みは薄まってはいるんだけど、本当に1週間ぐらい経つのにまだ痛い。だから早くネタをしたい。ね、正月になるけど、動きはしないと思うけど、セリフ覚えなきゃいけないね。早く覚えなきゃ。年末年始3日間はねお休みもらってるから、そう、初めね大晦日と元旦だけだったんだけど、2日もお休みになったから3日間お休みして稽古にす。楽しみ。不安。楽しみだけど不安。本当に絶対足引っ張るかも。舞台はこの髪色です。舞台が終わるまでこの髪色で、終わったらどうなるかわかんない。合間にちょっと変わるかもしれないんだけど、髪色が、撮影とかあったりもして、そうそうそうってなるとちょっと暗くなるかもしれないけど、舞台は多分この髪色で出るかな。全身ピンクみたいになっちゃうかも。ね、この髪色かわいいよね。でもちょっと赤すぎるかも最近。ちょっと暗くしないと。でも室内で見るとそうでもないんだけどね、ステージ立つとねめっちゃ明るいよね。もっとピンクでも。嘘、顔黒い方が好き。暗い方が好き。
順調主義やりたかったな。順調主義とグローリーデイズ、思い出以上、制服レジスタンスは来ないと思ってる曲だから顔の中で顔の中で回ってくることがないと思ってる曲だから、順調主義はやってみたい。でもこのなんだっけ、こういうやつあるじゃないですかこういうやつあるじゃないですか。どうなんだろう、分かんない。付き合ってあなたも純愛主義ティ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 みたいな絶対気持ち悪い動きしちゃう。こうか分かんない絶対難しいよね、わかんない。でもエンドロール来たからさエンドロールね、思い出以上、制服レジスタンス、グローリーデイズ、純情主義はね、やりたいとは思うけどね、やれるとは思わない回ってきたら、回ってきたっていうか任されたらめっちゃ頑張るけど、やりたいとは言わないかもやりたいけどね、純情主義とかは。思い出以上とかはね、なんかね、まだ無理かな。そう、ダンス上手いとかね、踊れるって言ってくれるんだけどね、無理なんですよ無理無理黒い天使はしたことがある。チャーチャラチャーチャラララン、無理です何かね、ダンスを、まあ、見せ方とか練習とかはまあすごいするんだけど。そう、あ、この曲楽しみって言うのもたまにあるけど、終わったなって思う終わったって。イメージがない曲なんだろう。ごめんねジュエルとか、ウィンブルドンやったことある9人で、かっこいい系はイメージがないかもしれない。顔あんまりやらないから。チョコの行方は全員でやったことあるかな。オオカミとプライドはないですね。尻尾、天使の尻尾はね、あれでやりました。2019年の6月10日のやつ。赤ピンやりたいけど、競りめっちゃ上がるからさ、競りがないとこでやりたい。
フィンランド2回目ですね。でも2017年と昨日かな。すごくない？4年ぶり、4年越しに。キュイーン、チュルチュルチュルチュチュルトゥクトゥクトゥルトゥントゥルトゥルトゥルトゥントゥトゥルトゥピュンティン。赤ピンの始まりのね、なんかあの神社とかで流れ、お祭りで流れてそうなさ、ヒーンみたいな音が好き。テロジズもね、イントロの曲めっちゃ、イントロの曲っていうかイントロの感じめっちゃ好きだなって思った。わかんない、赤ピンのさ、ふーみたいなお祭り感ない？お祭りっていうかそのお寺、お寺じゃないか、神社、神社でなんかやってる時のすごいあの曲の入り方好き。聞いてみてほしい、それだと思うとそれに聞こえるから。聞こえない？本当？カホだけかじゃん。トゥロジズもいいですよね、イントロの音。でーてるてってるてるてってる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 。ねえ、トゥーロジズいいですよね。ナイス選曲だと思う。あー、彼女がいる、いいよね。え、そんなニヤニヤしてると思って見たけど、ニヤニヤしてた。実はあれね、ゆずさんと一緒に曲で踊るの初めてだったの。リハーサルとかレッスンの日程が合わなくて、ゆずさんが先に振り入れして、でカホはなんかもう自分で覚えて、で先生のとこに振り確認しに行って、でリハーサルの日にゆずさんがお仕事でいなかったから合わせなくて、お互い時間なくて、カホが新世代コンとか名古屋大感謝祭とか日にちも違ったし、ゆずさんとだから本当に合わせるタイミングがなくて、だからぶっつけだみたいな、ぶっつけですねみたいな話をしてたんだけど、めっちゃ見ながら、君のすべてが愛しいとか、本当にタイミングこう見てないけど見ながら最後のこのさじゃーんの上げ方とかもゆずさんにここめっちゃゆずさん感じながら上げたみたいな言ったら、ゆずさんはめっちゃあえあえって思いながらやったって言ってて、もう完璧だったよね。ちょっと間違えちゃったけど、そうモデルベースさんめっちゃ写真あったの。ゆずさんとさ見ててさ、駅で七時終わりかなにちょうど見て、やばいってめっちゃあるって。
保存の方法がさ、スクショしかないっぽくてさ。だってさ、トゥーローディズでさ、嬉しいと思ってさ、泣いちゃうかもってこのアウトロやりながら幸せだなって思ってさ、嬉しいなって思って、これはけたら泣いちゃうわとか思ってて、こうやってたら次なんだっけ、フィンランドじゃんちゃ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 、完全に忘れてた、トゥーローディズやってる時。あー、もうこれこの後トゥーローディズ終わってはけたら嬉しくて泣いちゃうなとか思いながら踊ってたらさ、ちゃ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 って始まるの、フィンランドじゃんってちゃ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 みたいなマジかって思ってたそう、もう本当にもう決まってたんですよそれやるのはもうセットリストが来た時点で決まってたんですけどそう、余韻浸れなかったうん、時間を与えてくれませんでしたミラクルびっくりしちゃった。そう、笑えなかったからさ、トゥーロディズは嬉しいとか思いながら、嬉しいって感じだったから、もう嬉しかった、嬉しいなと思いながら、トゥーロディズ嬉しいなみたいな、あーゆずさん嬉しかったと思いながらやってたバキバキに踊るの見てから少し、いや本当めっちゃね踊ったよねめっちゃ頑張ったよねそう、でも寒かった写真撮ってもらっちゃった、マネージャーさんに、ゆずさんがもういいよって、もういいよって言うけど顔ずっと撮るの寒かった、顔だけ肩ガンガンに上がってんの、寒ーって思って半袖だもんね、寒ーって思いながら待ってて、チャーララー、寒い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 って泣いながらめっちゃ寒かった、一人だけこんな寒ーって口も聞こえた、声も聞こえた、ゆずさんにゆずさんの歯茎語ってた、昨日もちゃんと可愛いって踊ってもあったかくならなかった、うん本当に寒かった、うん、なんかもう手の感覚もないし足の感覚もなくて1月並ぶんだと、え昨日昨日半袖だもんだって、
最初長袖の衣装の予定だったんだけど、そう寒かった。するない見て完全に落ちました。だってすごいですね、するないって影響力がすごい。うん、激寒だった。ファンの人も寒かったよね。でもいいじゃん、カホより布あるんだからって思ってた。うん、上着着てるじゃんと思って。でずっと立ちっぱなしだもんね。どれぐらいだろう、1時間ぐらい。寒いよね。みんなも飛びましょうっていう曲があったらよかったね。ジャンプジャンプジャンプみたいな。そしたらさ、ちょっとあったかくなったよね。横揺れーみたいな、縦揺れーって。2、3時間寒っ。ジャンプ禁止だったんだ。じゃあダメだ。屈伸しようねって言って。屈伸させればよかった。あ、鍋食べてねって聞こえてた？鍋食べて温まってねって聞こえてました？最後カホが言ったの。あの後カホとゆずさんも鍋食べたの。火鍋。あ、聞こえてた？ゆずさんがさ、カホの真後ろにいたんだけどさ、ゆずさんには多分聞こえてなくて、ゆずさん温めてねって言ってた。カホが「鍋食べて温まってね」って言ったら、ゆずさんがカホの後ろで「温まってね」って言って、滑舌悪かったかなと思って。うん、だから聞こえなかったかもって思ってたけど、聞こえてたんですね。2回ぐらい言った、滑舌悪いかなと思って。火鍋食べた。火鍋初めての火鍋、ポロケで行こうって言ってたけど食べちゃった。寒かった本当に。アンコールでトゥロジーズやればよかったね。トゥル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 。めっちゃ聞いてる。昨日、今日も聞いてたよ。うん、なんか辛さ選べたの。3つ普通、うん、小辛っていうのかな。小辛ってなんだろう。と中辛、大辛みたいなのがあって、で辛いかなみたいな話してて、でもお互い胃腸がそんなに強くないから中辛にしましょうってなって中辛にしたけど、全然食べれた。
ゆずさん辛いのどうなんだろう、食べれる気がする。ナナシよかった。ナナシなのかナナシなのか分かんないけど、多分ナナシなのかな。ナナシ、俺はナナシって言ってたから多分ナナシなのかもしれないんだけど、ナナシだと思うんだけど、イントネーション。チュリさんは綺麗だし、ナオさんも可愛いしね、めっちゃ良かったナナシ。ナオさんはどんな役なの？チュリさんはなんかそのツイッターとかで出てるビジュアルを見るに、なんかそういう系の強い女の役なのかなって思ってて、何も入れずに見に行ったから。ナオさんはどうなんだろう、どんな感じなんだろうみたいな、ポニーテールのイメージしかなかったから、どんな感じかなと思ったらめっちゃ可愛かった。ナオさん超可愛かった。すごい。でもねでも盾があって、あと歌があって、あと謀反をしたからみたいなセリフがあった時に おやおやあとお面して、声変えてさ出てきたんですけど、見てない方は分かんないかもしれないんですけど、お面して声がちょっと変わってとかだったから、これハムレットってなった。ハムレットもさ、鎧のさ声変えてさ、なんかなんだっけ、黙れみたいな近えな近えだったからさ、あと謀反だとかさ、盾もあってさ、歌もあってさ、めっちゃもう途中から歌始まった瞬間ハムレットだって思ってこれハムレットだなんて思ってた。だからさ、もう盾でさ刺されて倒れてる黒い服着てる人たちがさ、結構長時間倒れててステージ上に5分ぐらいかなみたいな、顔8分だったなと思いながら、あの人たちすごい体勢で倒れてるけど今何分ぐらい経ったんだろうって思いながら見てた。うん、すごい。なんかやっぱハムレットやってたからそういうとこも見ちゃいますよね。すごいなと思って。でもさ、ハムレットの時はさ、まあ、多くて4人で、まあ、1対3みたいな感じだったんだけど、すごいさ異格上でさ立ってやってて、めっちゃすごいなって思った。これをさ盾のつけた人、動きをつけた人もすごいなって思ったし、この盾の練習めっちゃ時間かかったんだろうなと思って。ハムレットの盾でさえめっちゃ時間かかったのに、カホが下手だったからかもしれないんだけど、だけどそのそれだけでもうめっちゃ時間かかったのに、こんなたくさんの人がこんなにたくさん盾してて、いやめっちゃ時間かかったよなって思って見てた。ラストです、8分、毒でレアティーズが倒れてから花びらが上から降ってくるまで8分。そうめっちゃうまかった。あとね、あの青い人なんだっけ、青い人名前が全部出てこなくて色で覚えてたの。あの最初の方にさ、チュリさんと白い衣装着た人と、あと青い人、あそう、セイリュウだっけ、めっちゃうまいって思って見てた。演技もそう、あの盾もめっちゃうまいと思ってすっごい見ちゃった。アドリブもうまいし、ベテランの方かなって思って見てた。
ね、すごいなって思いました。くるくる回して、でもね、あの衣装もね、すごいすごい衣装だなって思って、ね、チュリさんのスカートターンするたびにふわってなるからかわいいと思って見てた。でも歴史弱いからね、よく分かんなかった、歴史のあれは誰と誰が仲間で誰が裏切ってみたいな感じのは分かるんだけど、誰と誰が戦ってて何のために何をやってるかとかはちょっと詳しくなかったかな。架空の話なんだ。そう、でもね、やあのなんだろう、声の声質なんだろうとかもさ、ナチュラルに変えてる人がいてさ、って思ったなんて言ったらいいんだろう、そのや舞台とかでもさ、ここはここのなんか仲の良さを出したいから、なんか打ち解けた喋り方 でこっちは強めでとか、ハムレットの時もあったり、今回の舞台もなんか あるから、そういうのが、だからこういうことかと思って、なるほどめっちゃ勉強にはなった。すごい方たちばっかの舞台だったから、そう、ライブフォトカレンダーにカホリンが見つからなくて、そうなの、ゼップ名古屋の写真が多いからね、カホカレンダーにほとんどいないと思うそう、ももちっていう人とね、あとね、その後半に出てきたチュリさんと黄色い衣装着た人もすごい、なんだろう、声がすごい良くて、声質、黄色い衣装の人は声がすごく良くて、でそのももち役の人はすごくなんか、なんだろう、求心力っていうのかな、なんかすごい舞台の人っぽくないっていうのかな、なんだろう、なんかやっぱチュリさん、ナオさん系の人だなって思ってたら、そのアイドルやってる方たちだったから、なるほどと思って、本当に何も知らずに行ったから、そう、なんかそういうとこがやっぱちょっと違う感じ、またそれもいいなって思って見てました。なんかやっぱ舞台やってる方って舞台見せ方がすっごい上手いんですけど、逆にアイドルステージとかをやってる方は、なんだろう、惹かれるものが多いってすごい思って、ガハもさ、舞台に対してはまだ全然経験がないから、なんか舞台役者さんから見たら、その舞台役者さんの方が多分惹かれたりすると思うんだけど、だけどその、なんだろう、また違う感じ
がしてやっぱ気になるんですよね。そう、舞台の人じゃなさそうだなみたいな。うまいんだけどなんか違うことをなんかやってそうみたいな感じがするの、こっちからすると。なんて言ったらいいんだろう、わかんないけど。そうだから残るよね、頭にっていうか、なんか印象強く残るから。カホもそういうの取り入れようと思って見てた。そう、そういうなんか何かね残せたらいいなと思って。よかった見れて。なんかアットジャム終わりに行けるかなみたいなのを言ってて、でカホと菅原さんの舞台についてきてくださるマネージャーさんがなおさんの舞台の方にもついてて、でそのマネージャーさんに流し見に行きたいみたいな、やっぱ舞台やるしその絶対参考になるから見に行きたいなって思って見に行きたいって話をしてて、で行くってなったら言ってくだされば大丈夫ですよって言ってくれてて、でアットジャムの日にゆずさんになんか行きたいんですけどみたいな話をしたら、全然どこでも行くよって言ってくれて、ゆずさんが一緒に行きました。そうだから頑張らないとですね頑張らないといけないですね。そう、ゆずさんどこでも行くよって言ってくれるの優しい。さよらさんは別の予定があったっぽい。今日稽古してるしね、菅原さん。多分カホも今日稽古があったとしたら生きてなかった、セリフ覚えなきゃと思って。多分チュリーさんとナオさんの舞台見に生きてなかったから。ね、今はね舞台ね面白いなって思えるけど、わかんない、舞台にさ稽古してったらさ、あーもうダメだみたいな絶対になると思うちょっと不安、本当に上手い方ばっかだから、なんか自分であもう無理だってなるかもしれないあの片ファイト詩人と一緒でできないなって思うと無理だって思っちゃうから、うん、頑張る。最終的にはやっぱもっ形にできるように頑張るんですけど、自分の納得いくところまでできないと無理だって思っちゃうから頑張るそう、名古屋公演の時に新世代コンサートとかがあって行けなかったから、まさかの東京で行けるとは思わなかったけど、無理って思ってもちゃんとやるから大丈夫だよ そうだ、自分が得意なことばっかやっててもねあれですし、ダメだし。でも心配だよ本当に。その私のファンの方は優しいから、ハムレットの時も SKE のファンの方が来てくれてたじゃないですか。でも今回はそのいろんな役者さんがいて、
演者さんがいて、そういう方たちのファンの方とか舞台が好きとか、その演出家さんが好きで見に来る方とかもいると思うから、心配です心配です。下手くそって思われるかもしれないから、そういう方たちのな印象にも残るように頑張らないとなって思うから、頑張ります。あの子いい、良かったなって思ってもらえるように頑張りますよ。うん、日程あったら来てください、うん、千秋楽も出させていただけるので、初日は菅原さんね。でもさ、初日カホいないじゃん。でさ、2日目がカホにとっては初日だからさ、みんながさ初日経験した後で一人だけ初日だからさ、大丈夫かなって昨日の夜を考えながら寝たでもみんなが初日じゃない中一人だけ初日になるから、めっちゃ緊張しそうと思いながら寝たうん、ちょっと、ね、不安だな。頑張ります。なんかまた一緒にできるようにやりたいなって思ってもらえるように、監督さんにも、監督さんっていうのかな、何さんっていうんだ、演出家さん初日の日はね、なんかね舞台で結構サトカホラボの放送、生放送の日がずれたりしてるから、多分被らないようにしてると思う。あの、皆さん優しいので、はあ大丈夫かな。頑張ります。ビジュアルの写真とか、なんかそう特典のやつぜひゲットしてください。頑張ろう。今月の方が多分忙しかったから、来月も忙しいんだけど、そう稽古合間に他のお仕事もあったりするから、頑張る。でもね、飯島さんだっけと喋ったんだけど、主演の方、主演なのかな、そうまだね役名はね、あ、ちゃんと覚えてない。朝日屋さん役の方とちょっと喋ったんだけど、舞台2年ぶりなんですっていう話はしてて、でもその間に多分いろんなお仕事、演技のお仕事されてたと思うんですけど、舞台2年ぶりなんで、なんかすごい初心に戻った気持ちですみたいな話をしてて、カホ2年ぶりだけど、カホの2年ぶりとは違う違うよなと思って。ハムレットぶりなんですけど、私もその間に全然触れてないから演技に
どうしようみたいな、2年ぶりで一緒ですねみたいな感じで話したけど本当にやばいやつだなって思われたらちょっとやばいなと思って、頑張ろうって思ってそう、でもちょっと心配みたいな感じの話をして、で、いやでもすごい絶対うまいんだろうな、まだ一緒に稽古してないので分かんないので分かんないんですけど、絶対うまいじゃんって思ってた。絶対だってすごい頑張ろうって思うかも頑張ろう。そう、アイドル役だからさ、また違うと思う、ハムレットではないから。でも全然記憶ないの、ハムレットの時のどうやって声出してたっけみたいな。でもカホ声大きいからカホ声さ92だから多分きっと大きい声は出ると思ってる。心配。明日の公演で覚えないといけないことあったんだったと思って、ちょっと配信この辺で終わろうかな危ない危ない、寝ちゃう多分この終わった後。明日の公演覚えることがあるのでは公演納めじゃないわ、いい公演納めだけど、劇場公演は30日もあるのでいい公演納めです。頑張ろうというわけでランキングを見まーす。1位ありがとうございます。30日はねペンライト持ってきた方がいいと思う持ってこい持ってきていいと思うよ、全然うちわとか、うん、多分トークもあって曲もあって、曲もねそんな数曲とかじゃないので、それなりにちゃんと公演、それなりにとか言っちゃいけないか、公演うん、特別公演なのでユニット対抗戦みたいな感じではあるのかな、どうなんだろう、ちょっとカホもよくわかんないけど、ぜひフリフリしてください。というわけで2位ありがとうございます。3位ありがとうございます。4位ありがとうございます、飛んだ。5位ありがとうございます。6位ありがとうございます。7位ありがとうございます。8位ありがとうございます。9位ありがとうございます。10位ありがとうございます。11位ありがとうございます。12位ありがとうございます。13位ありがとうございます。ありがとうございました。あとちょっとでお正月、
またね。